それで今回のラストはこちら。はい。初でよく聞く円ちゃんの言葉の由来は何か。カジカラのおやつとは大当たりをすることを円ちゃんと言うと。この連チャンの意味は何かと、多くの人が連続チャンスと思ってますが、実は違うと。この連チャンは麻雀の連想連チャンから来ていると。チャンはゲームを数える単位で、ゲーム1回分の音と。麻雀だと連チャンは親が連続して上がり、親の権利も継続できることを意味すると。それがいつの間にかパチンコなどで大当たりが連続していくことを連チャンに当てはめられるようになったと。はい、ということです。